さあ皆さんこんにちはスノーボードの青木玲ですさあ本日も YouTube スノーボード大学の時間でございますどうぞよろしくお願いしますさあ私は私はもう長く長く BC ストリームっていうブランド板のブランドを契約させていただいて BC ストリームのライダーなんですけれども今回は小笠の板を紹介したいなと思います 今年あのカービングに向けた板が結構人気であのお店ジョイントハウスの方でも結構在庫が少ないんですけれどもまだお店に在庫があって皆さんに提案できる板が小笠原のラインナップで少しだけありますのであるものをちょっと紹介させていただきたいなと思いいますでで今回ごご紹介させていただくのが CTS ざいます。 もうチャンンピオンボードっって言ったらかかりやすすいいいんじゃないかなと思いますね長さでいうと54565861っていうふうに4種類あって5456の2種類は月岡ひなのさんっていう SAJ の、えー、女性のチャンピオンの方が乗られてるで5861長い方の2レングスは JSBA の新野宏之君っていうですね もうずっとももうう連覇ですかねもう長くもう頂点にずっといる本当にスノーボードのうまい人がカービングする板っていう形で小笠原が作っております CTS です特徴としては結構硬いですでしっかりしている感じですこうやって持ってあ軽いなっていう印象はあんまりないですあそれなりにやっぱりずっしりはしてるなっていう感じですでセンターアオロードフットお 結構硬いなこのスタンス感がしっかりし硬い構造になってるんだなそうするとこの両足の間が硬くなってるってことは板自体のこういうねじれトーションが出づらいんですねトーションが出づらいってことはノーズが噛んだところに対してテールもくっついていきやすいんですノーズが噛んだところに対してテールも同じようにくっついていきやすい。 これトーションが柔らかいとノーズは噛んで内側に行くけど柔らかいトーションだからテールは外に逃げやすいっていうようなカービングにはちょっとそぐわないものになりやすいんですね。なのでこのボードのスタンス感の真ん中のねじれが硬いよってなるとあノーズの軌道にテールがしっかりとついていきやすいからじゃあハイスピードカービングが得意な板なんだねっていう風に 言えるんですねでこのハイスピードカービングが得意な板なんだろうなっていうグラフィックしてません今年毎年僕この CTS のちょっと、えー、大人なこだわったデザインが好きなんですね大人なこだわった感じですけれども、えー、いい時のアメリカンスタイルを忘れないみたいなそんなイメージが毎年毎年僕は感じるグラフィックなんですけれども早そうっすよね 早そうだなぁと思って縦2本でバチンっていうこう推進していく滑っていく感じはもう絶対速いなぁっていう感じがしてでこの2本がスコーンっていうふうに綺麗に黄緑色かこのラインで綺麗に通ってることによってその先ほどお話ししたねじれるトーションもガチっていうふうに抑えてくれるようななんかデザインを僕は感じるなぁと思います。なんでしっ しっかりとスピードに乗せてギュン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 エッジングカーブさせていくそのスピードの次元がもうとにかく SAJ でも j s p でもチャンピオンが乗るぐらいのスピードそしてシャドーっていうものにどん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 突っ込んでいける板になってますのでぜひとも急斜面ハイスピード今年は取り組んでいきたいぜでもハンマーじゃなくてラウンドボードで春先ゾーンザクザクの雪とかちょっと雪パウダーが積もった時なんかも。 オールラウンドにライディングもするんだっていう人なんかもぜひともおおす,すめの一本になっておりますスピードの次元をもう1段も2段も上げて今季は滑ろうって思っている方はぜひぜひジョイントハウスでこのあと紹介できるサイズが下の2サイズがもうちょっと在庫がないので上の5861こちらはまだお店の方でもご提案できますので興味のある方はお店の方によかったら お問い合わせくださいませ。お電話でもいいですし、SNS なんでもアクションを起こしていただけたら嬉しい次第です。僕は BC ストリームのライダーですけれども、小笠の板も僕は大好きですごくいい板だなと思いますので、今回は CTS 紹介させていただきました。それではまた。スノーボーダーの青木でした。